ひばりクラブをご覧の皆様こんにちは。また落語会の皆さんこんにちは。武田久美ひです。えー、今日はですね、なかなかこれは本当は大きな問題なんですけども、内容は柔らかいんですよね。どうして柔らかいかったら、朝どう起きるかとか、日光浴をどのくらいするかとか、お茶を飲んだらいいのかとか、お風呂は熱い方がいいか、ぬるい方がいいかとかですね。 そういうまあ病気でもなければ、まあ健康でもないっていうかね、まあそういった問題なんですね。で、こういった問題は、本当は私たちの健康にすごく大きな影響あるんですけど、ほとんど研究がなされていないんですよ。研究はあることはあるんですけど、研究している人が少ないんですね。それはどうしてかって言いますと、例えば朝どうやって起きるかという研究もいっぱいあるんですね。で、一番私がその中で、 まあ立派だと思ったのはですね、いい論文だなと思ったのは、えー、東大の教養学部のね、先生で、どうもあの、大学に入って、しばらく経つとですね、学生が鬱になったり、憂鬱になったり、いろんなこう、病気を起こすんですね。で、それは何だろうかと。まあいうふうに疑問に思ってですね、それをだいたい6000人つってましたかね。対象にいろんな生活の仕方とか、 まあ、食べ物とかですね、それから薬とか、元々の病気とか、そういうものをすごく調べたんですね。それで調べた結果ですね、ある傾向がつかめたんですね。それはその朝、まあ、男の学生が多いですからね、あの、男の学生はもう朝起きて、ベッドの中に寝てて、そのままこう、例えばテレビをつけて、これ典型的な例ですよ。まあ、いろんなケースがあるわけですけどそ。それでぐずぐずしてですね、 そして、まあ、今日は大学行こうかな、とか言ってですね。それで、まあ、何にも運動せずに、ご飯も食べずにっていうのは、学生が下宿なんかだったら多いんですよね。それで、そういう学生に、その、ノイロゼになったり、うつになったりする学生が、五月病になったりする学生が多いということが、こう、調査として分かったわけですね。で、そういう調査っいうのは結構あるんですよ。 これはね、あの、学問としてはですね、そういう調査はあって、傾向がわかるでしょで、傾向がわかると、そのまま発表する人がいるんですよ。まあ、それが多いんですよね。そ、今度は受け取り手もですね、学問的な訓練を受けてませんから、ああ、そうかと。やっぱり朝起きてね、テレビつけて、ベッドに寝たまま、まあ、何も食わずにね、ぼーっとしたあれで学校に行くと。 まあそういうのを続けてると、それは打つか、ノイロゼになるかな、知れないな、とか思うわけですね。それは傾向なんですよ。多くのものがその傾向だけなんですね。で、その、例えば、こういうものを食べたら良くないとか、もっとひどいのはそういう6000人とかいうグループじゃなくてですね、私はっていうのはあるんですよ。<laughs> 私はあれを食べると調子がいいとうん。それは別に構いません。全然もう、それはもう個人の体験として大変貴重なんだけど、 それは学問的に普遍的であるかどうか分かんないから人には言わない方がいいんですよね。人に言うときっていうのはやっぱりある程度根拠がなきゃいけないし。まして、あの、私なんかもちょっとね、この頃政治的なことに関係したらね、政治家でもむちゃくちゃな女性なんかに多いんですよ。あの、これを食べたらいいですよ。いやな、それ根拠を引いたら何もないっていうね。ところがその先生はですね、次のステップにもちろん、 ちゃんとした先生ですから、次のステップもやってんですね。それではなぜ、朝起きて、ベッドの中で、ぼやぼやして、そのままぼーっとして出てったら、その変なことになるのかと、精神的な疾患が起こるのかということをですね、今度は、その人の体の変化を見るんですね。これはつまり、よくあの,あの、例えば添加物ってこういう添加物は悪いんじゃないか、いいんじゃないかっていう時ですね、その添加物を一番ひどいのは、 噂だけ、<laughs> 噂だけで、あの例えばあ、無農薬なんかそうなんですけど、無農薬っていうのに僕疑問を持ってるのはですね、無農薬だからいいって最初から決めてかかってるっていうのがあるんですね。まあこれがまず第一にあります。それから、今度は無農薬のものを食べた人と、無農薬じゃないものを、農薬使ったものを食べた人の健康状態とか病気とかそういうのを調べた統計データがあると。それを自分が見てるっていうのが2番目なんですね。 で、3番目は、それじゃあその、もし農薬を使ったものを食べてる人が具合が悪い人が多いとなったらですね、その具合が悪いっていうのは農薬とどういう関係があるかっていう、今度は体の研究ですね。それをしてある。それから本当はですね、それでまあ大体いいんですけど、本当は第4番目。それでは今度は、えー、ボランティアを募ってですね、100人100人ぐらい揃えて、 片方は農薬の使った食べ物を食べる。片方は無農薬のあれを食べる。で、両方食べた結果を後に整理して、それが今までの傾向と一致するかっていう抑えの実験をしなきゃいけないんですよ。この4つをしたらですね、4つとか3つなんですけど、1つの最初はもう先入観だけだから。3つの実験したら初めてね、あることが明らかになるんです。 で、こういうことがやられてないものが多いんですよ。例えば、まあ、典型的には私が勉強した中では、えー、例えば遺伝子操作なんていうのはですね、操作作物なんて安全だって言ってますけど、安全だという証拠がないんですよ。証拠が。えー、最近もそういうのいっぱいあります。えー、これはどうかっていうんで、えー、例えば何とかっていうものを打った、注射打った人は、えー、この店に入らないでくださいというどっかの店が、 表示をしたらしいんですね。それは科学的根拠がないって書いてあるものがあるんですよ。なんか偉い人が書いてるんですよ。しかしそれはね、店に入っちゃいけないっていう方も科学的根拠はないし、店に入っていいっていう方も科学的根拠はないんですよね。ただ政府が入ってもいいと言ってるだけっていう、そういうのがあるのでちょっと難しくなりましたけどね。で、この場合は、朝起きて、そのままぐずぐずベッドでしてテレビ見たりしながら、ぼーっとしながら学校に行くという人に、 精神的疾患が多いということが分かった後、この先生はですね、その理由をちゃんと調べてるんですね。で、どういうことを調べてるかっていうと、人間の細胞っていうのは朝起きた時に、どのように活動を開始するかっていうのを、細胞の電位だとかなんかいろいろ測ってですね、細胞が活性化していく過程をずっと調べてるんです。それを今度読むとですね、人間っていうのは、その人の論文ですよ。その人の、その先生の立派な論文ですと、 足の裏から起きるんですね。僕はそのことをこの論文で知ったんですよ。今から30年ぐらい前ですかね。い偉いな、いい論文だなと思いましたよ。そして足の裏の細胞から起きていくんですね。だから、人間は起きたら足の裏から細胞が起きるように刺激していかなきゃいけないんですよ。それは当然かもしれませんね。例えば、うさぎが、こう、うさぎの巣の中で起きたと朝。 したら活動し始めるときってのは頭から活動することはありませんよ。まずは足を動かして巣から出ていく。キョロキョロと見る。それで敵がいないかどうか見て、それで餌を探しに行くって、こういうプロセスでしょこれを6億年間やってきてるわけですから、人間もそういうふうになってるんですね。その論文ですとですよ。足の裏からずっと起きてくるから、まず足の裏を刺激しなきゃいけないんですよ。それを僕論文をね、読んでから、朝起きたら、 まあ一人の時もね、まあ、家族がいたらまた違うんですけど、一人の時も、あの、起きて、必ず、雨戸を開けに行くんですよ。雨戸を開けて、で、まあ、朝日の浴びた方がいいっていうのはいっぱい論文ありますから、朝日をちょっと浴びて、まあ、大体僕は20秒ぐらいこうずっと立っててですね、それで大体こう、体っていうのは瞬間はダメですからね。それでこう、浴びて、それから、 えー、昔はね、家族にお茶を沸かしてお茶あるなんつって飲んでた。最近はお茶を自分で沸かして、これは何をやってるかって言ったら、足の裏を刺激し、歩いて足の裏を刺激して、それで、雨戸を開けたり飲んだりしながら、光を浴びて、まず全身を少しずつ目覚めさせて、あと、お茶を沸かすとかなんかしてですね、手とか足とか動かして、頭も少し動いてきますよね。それから、まあ、 今だったらテレビはもうほとんど見ませんから、ネットを見たりなんかするというような生活を自分でもしてみたんですね。その論文には細かく足の細胞の活性化する時間、どういう行動をしたらなるか、次足、それから腸、脳つってずーっと調べてるんですね。で、その論文に沿ってやってみました。で、自分の体で確かめてみました。それで現在では朝はやっぱり朝起きたら、 ベッドの上で少しグズグズしてるんですよ。僕は10分かぐらいはグズグズしてるんですね。実際は。それで、やおら起きて、それでちょっときついところもあるんですけども。歩いて、必ずできるだけ歩いて、家の中をぐるぐるって歩くときもあるんですね。足の裏刺激して。まあその先生はね、一緒にこう学会なんか出たことあるんですけども、朝はジョーキングしてましたよ。僕はそこまではできません。それで、カーテン開けて、光を浴びて、 雨戸開けたりいろいろしてね。それからお茶を沸かして自分でお茶入れて。まあ、女の人はお茶入れるの当然でしょうけど、男性でね、僕らいの歳で自分でお茶入れるってそれほど普通ではないことなんですが、そりゃ。で、その論文に沿って現在生活してます。だけども、こういった論文がほとんどないのはね、お金にならないからなんですよ、実は。あの、非常にね、医学を発達してるのに、 病気になったら治すという医学は発達してるのに、病気がならないように行動する行動の仕方はどういう行動かっていうのはね、ほとんど論文がないのはね、お金がないからなんです。やっぱお金にならないからなんですね。これね、医者がお金に汚いとかそういうの全然そんなことじゃないんです、そんなことじゃなくて人間の行為っていうのは、今はお金で動いてるんです。興味で動くっていう動き方がもう一つありますね。それから社会的に有意義なこと、 動くっていうのがあるんですこれはね、人が少ないんですよ。やっぱり人間はね、社会的に意味があるからって動くのはほとんどいないんですね。私なんかそのタイプで、もともとそういう気持ちだったもんですから、親父が大学の先生だったけど、なんか世の中に役立った、まあ、もちろん大学の先生も役立つんですけど、もっと直接的にね、世の中に役立ちたいと思って会社に入っの技術者になったんですね。なんか製品を作りたいって僕思ったんですよ。僕はそういうところがありましてね。 ああ僕のあの、このブログにいつもケッチつけてる KD なんとかさんっているんですけど、あの人はね、なんか面白い人ですね。なんか世の中の人はお金で動いてるとか思ってるんですよね。それからそういう世の中のためになろうなんて人はいないとか思ってるんですよ。しかも嘘をいくらでも作ってね。ああいう人って世の中にいるんですね。しかしその人をちょっと知ってる人にこの前会いましてね。で、あの,あの人どういう人ですかって言ったらこういう人だって言ったんですね。その人説明してくれたんですよ。 心がこう何回も曲がってるんですね。ですから曲がってるからこう反射したみたいです。最後にこのヒバリクラブで書くことっていうのは本人の意思と相当違う。<laughs> まあ今そのちょっとそれで脱線しましたけどね。結局人間が行動するっていうのはほとんどの場合お金をもらおうと思ってなんかやるっていうね。やることは非常にいいことですよ。例えば病気の人を治すっていうお医者さんは お金をもらうの後でもらうんであって、お金のために治療してるわけじゃないんですね。これ順序があるんですね。例えば、タクシーの運転手さんと一回話したことあるんですね。タクシーの運転手さんでもう金をね、投げてよこすようなお客さんいるんですよ気分悪いですねっていうからね、僕はね、そりゃそうですね、と。やっぱりタクシーに乗ったら、1000円なら1000円っていう料金を払う。これは僕らが、僕のお客さんの立場それはお客さんの立場で言ってるわけです。前に運転手がいる僕のお客さんの立場では、 すいません、送っていただいてありがとうございますって払うわけだから。だから、ありがとうございますって払うわけですよね、つって。で、運転手さんの方は、あ仕事をくれてありがとうございます。両方ともありがとうございますっていう関係が大切ですよね、と僕言ったらね。運転手さんはそういうふうにしてくれればね、僕らも気持ちよく運転できるんですけど、本当にお客さんね、お金を投げるようにして出すのいるんですよ。って言うんですね。 だからまあ人間はそのお金でまあ一応お金で生活せざるを得ないわけですよ生活しなきゃいけないからねだけど僕はもう全然40歳ぐらいからお金に関係なく生活できるようになって世の中のためにと思って仕事したらそれでいただくお金が自分の生活費を超えましたからねだからあとは僕は関係なかったんですけど多くの人はそうでもないんですねやっぱりお金 をもらって生活するっていう、そういうことになるんで、それでその朝起きた時にどうするかなんていうのはね、患者さんがいるわけじゃないんですよ。患者さんは気分が悪くなった学生なんですよね。それは6000人の学生いたらね、その場合は。やっぱり300人とか200人とか集団で具合悪いんですよ。だけどもその人たちはなんか俺具合悪いなっていうだけで病院に行くわけでもないし、治療を受けるわけでもないんで、こういったものっていうのは、 このインセンティブって言うんですけど、要するにそれを社会でやるっていう勢いが出ないんですね。ですから、あの、どうしても研究が進まないんです。まあ、話はちょっとそれましたけど、そういう素晴らしい先生がいたんでね。えー、それで私は朝は改善されました。で、今日はその日光浴とかね、お茶を飲むとかお風呂に入るとかね。そういうそのお金にならない研究の分野。しかしこれをやるとね、 多分、今40兆円以上もかかってる医療費が半分ぐらいになるかもしれませんよ。本当に。だって、病気のきっかけがなくなるんですから。だから私はね、まあ今の医療の治療はしょうがないとして、できるだけ、その病気にならないような、これもその、なんかね、あの、こういうことしたらいいよとか、ああいうことしたらいいよっていう民間的なことじゃなくてね。 ちゃんとやっぱりその私が今紹介した朝の行動。朝の行動、特にその場合は18から20ぐらいの男子学生なんでね。まだそれ限定があるんですよ。このことを僕みたいな年寄りでやって意味があるかどうかわかりません。だけどもしっかりこれをやればね、僕は随分皆さんも健康な人生を送れるし、これからあの老齢化しますからね。65歳以上の方が病気になって病院にかからないようにするためには、 やはり、ここで書いた、朝とか日光浴とか、お茶とか、お風呂とか、運動とか、ちょっと母乳は違うんですけど、こういったことはすごく大切だと思うんですよ。で、こういうことはね、やっぱり、あの、ちょっと現役からね、ちょっと遠ざかった人とか、まあ、大学の教授とか、そういう暇な人ってのは悪いんですけどね。えー、と、まあ、あの、ガリ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 毎日ね、患者さんをとにかくさばいていかなきゃダメだってお医者さん、ちょっとできません。え。 これはね、あの、それは、そういう人の、やっぱり社会的価値がありますからね。バンバンやってもらっていいんです。ところが、あの、あの、ちょっと第2戦になった人1.5とかね。そのくらいの人はね、やっぱり積極的に、だからその、引退したお医者さんなんかが、第2の人生として、えー、健康、病気にならない体づくりっていうのを、精神的づくりっていうのをね、もう少し本格的にやるように、 それにわずかなお金をね、医師会から出すと。医師会から出すのは非常に重要ですよね。これはもう歯医者さん非常に偉かったのはね。えー、ある時期、今から40年ぐらい前の時期に、歯医者さんとはすごい偉いと思ったんですよ。だって歯を磨け、歯を磨けって磨き方なんてものすごく指導し始めたんですよ。歯医者は歯を磨いて欲しくないはずなんです。歯を磨かない方が虫歯が増えるから。ところが僕はあの時偉いと思ったんですよ。 歯医者のね、お医者さんの組合がね、一生懸命ね、歯の磨き方からね、それから歯ブラシの形状まで改善されました。それまではね、僕の小さい頃の歯ブラシなんてのはね、虫歯のこと考えてない歯ブラシですよ。それが歯ブラシも改善され、磨き方も改善され、ものすごく歯が良くなりましたね。僕なんかそのおかげで、それまでは虫歯がありましたけど、それ以後は虫歯は私できないんですよ。今でもちゃんと噛めるんですね。 だからやっぱり職業っていうのは裏表があってですね。やっぱり今日本のお医者さんもちょっと批判されてますけど、素晴らしいお医者さんいっぱいおられますから、そういう人から声を上げてね、今言いました。朝の行動。朝は、今のところその先生のところでは、先生の論文ではですね、足の裏から起きる。だからちゃんとした起き方をした方がいい。我々は動物であると、まあ、いうことも、 僕の人生にはすごく役立ちました。しかしまあ論文もね、まだ不完全ですし、私のような科学の訓練を受けている人は、こっちから見たりあっちから見たり、ものすごくしてから人に言うんですね。このヒバリクラブで私が言ってることがほとんど訂正がない。 もう30年ぐらい前からやってますけど、ほとんど前のことは訂正ありませんよ。リサイクルしたら資源が多く使うっていうのも正しかったし、それからタバコを吸うと肺がんが増えるんじゃないかっていうのも正しかったですよ。どうしてかっていうと、複数の論文とか複数の知見を集めてからしか僕言わないんですよ。一つとか二つのことで言わないで、まして人が何か言ってるとか、そんなんじゃやりませんからね。だからまあ、専門家はそういうところをしっかりと分かって、お金儲けのために何か言うんじゃなくてね。 やっぱり世の中の人が、世の中の人が幸福になるってことは自分の幸福にもなるんですよ。みんながニコニコしてるわけですから。強盗なんかもなくなってね、金儲けのためにずるずる人も少なくなってきますから。やっぱりそういう社会を作りたいですね。私はそう思います。まあ今日は朝起きることだけでしたけど、まあしっかりした根拠のあることですので、まあ少し試してみられたらどうかと思います。